皆さんこんにちは、ともです。ダンスの時どんなカバンでどんな荷物を持っていくのか、私の場合を紹介したいと思います。基本的に自転車に乗るのでリュックが多いです。多い荷物の時はこのカルバンクラインのカバンが便利です。ここにポッケがあってふとした荷物を入れやすい。多い荷物の時はめっちゃ便利です。荷物が少ない時はこのプラダのカバンがお気に入りです。カーキなところもいい感じ。大きさの違いは一目瞭然。中身はというとレッスン着、レッスンがファンビートだったら近いからもう着ていくけど、スニーカーがいるジャンルの時はスニーカー、インナーの着替え、この袋がちょうどいいのよ。タオルとボディシート、音楽流すために iPad、構成考えたりするときにグッドノーツっていうのがすごく便利なのでチェックしてみて。そしてこのボール、ストレッチにめちゃくちゃおすすめです。あと何かあった時のために iPhone 用三脚、あ、もちろん iPhone も持っていくよ。でも今ちょっと撮影に使ってるので、ちなみに私は iPhone 11 Pro Max を使ってます。口紅が2本と香水。移動中に絶対音楽を聴いてるので AirPods、 最近プロに変えました。ノイズキャンセリングと外部の音を取り込むっていうモードとオフっていう3種類のモードがあってめちゃくちゃいいです。でもやっぱ Bluetooth のイヤホンは見てる画面と音ずれがするから、映像編集したりするときは有線のイヤホン、あくまでも音楽聴いたりするようです。あと財布、去年ぐらいまで長財布使ってたけど、絶対この二つ折りがいいことをすごく実感してます。コンパクトやし余分なものを持たなくて済むのでめっちゃいい。二つ折りの財布はすごくおすすめです。キャリーケースで移動したりするときには手持ちはもうこういうカバンだけなので、財布と iPhone と AirPods とリップのみを入れて行動してます。ちなみに化粧直しは持ち歩いてません。ショーとか出たりするときは別やけど、レッスンだけの仕事の時は化粧直しは持っていかないです。なぜならあんま化粧落ちひんねんな。今もレッスン2本終わってそれからご飯食べたりしてっていう後やけど、あ、リップは塗り直したけどその他は落ちてないかな。これといって面白いもん持ってないんですよね。ということで私のなんてことないカバンの中身でした。見てくれてありがとう。じゃあバイバーイ。